何度でも来るさ。俺は諦めが悪いんだ。何度来ようが同じだ。戻る気はねえ。実は面白い仲間が見つかってな。動物がペルソナを使う。は？今何つった？半年くらい前にシャドウ絡みで主人を亡くした犬だ。こいつがまた中堅でな。俺たちのところに来るまで原因の事故が起きた場所にずっと居座ってた。辛い思い出のある場所にわざわざな。あれ、真田さんがいる。誰と話してるの？声かけちゃダメそうだな。一昨年の10月、俺たちの前でやはり一人の人が死んだ。あれからもう2年になるな。あの事件のこと、いつまで引きずっている気だ。駅前裏のたまり場、誰と親しいわけでもないのにいつもいるのはそのせいだ。関係ねえ。あれは俺がやったんだ。一度起きたことは消えねえ。てめえ勝手なけじめをつけたからって、そんなことでどうなる。何が戻る、ニキミ。お前の妹の時とは違うんだ、シンジ。終わったんだよ。思い出したくもねえ。もう二度とな。2年前ってそんな。名前シンジって言ったな。いい加減しつけえぞ。事情が変わった。悪いな。今日はノーと言わせる気はない。ああ、これわかるな。お前が使ってた召喚器だ。新しい敵が現れた。俺たちと同じペルソナ使いだ。別に興味ねえな。話はまだある。アマダが俺たちの仲間に入った。どういうことだ、そりゃ。適性が見つかり、幾月さんも認めた。今のあいつはペルソナ使いだ。なんてこった。一つだけ聞かせてくれ。仲間になったってのはあいつの意思か？自分から志願してきた。そうか。ならそばにいねえとな。お前が現場を仕切ってるってやつだな。聞いておきたいことがある。お前は何のために戦ってる？そうか、まあいい。俺はすべきことをするだけだ。これから世話になる。俺の部屋まだ空いてんのか？ああ。おい、前線で戦うやつはお前が決めてるんだってな。早めに勘を取り戻しておきたい。言いたいことわかるな？そうか。相変わらず薄気味悪い場所だぜ。必要なら声かけな。おい、おう。なるほどな。とりあえず余ったら冷蔵庫の中に置いときゃいいわけか。つっても今日は2人分だし残ることもねえか。言い忘れてたが、作るのはカツ丼だ。どんな味でも残すなよ。
礼はするっつったろ。いらねえなら肉はしまっとけるが、面倒だから食え。じゃあさっさとやるか。米はもう炊いてあるから、後で丼出してよそってくれ。俺のは大盛りでな。いい食いっぷりだな。こんくらいのもんなら練習すりゃ誰でも作れる。今日は丼だけだったが、付け合わせやらも考えて、まあ時間があったらやってみろ。さて、礼は食わせてやるまでだ。片付けは頼むぜ。じゃあな。カツ丼でいいな。な顔すんじゃねえ。安かったんで豚ロースが余ってんだよ。いきなり揚げ物はどうかと思うが、まあ基本は変わらねえ。にしても俺に教わろうなんて物好きなやつだな。覚えたい理由なんかあんのか。まあ何でもいいが、覚えといて損はねえ。モテるかどうかはお前のやる気次第だな。俺も人から教わった口だ。だからってわけじゃねえが、教えを請うやつを無限にすんのもな。と前置きが長くなった。さっさと始めろ。お前がやるんだよ。まず肉の下ごしらえからだ。揚げる時の温度は、箸を入れて小さい泡が出たら。お前火強くしすぎだ。硬いと口当たりが悪くなんだよ。初めてだってんなら上出来だな。だが包丁さばきも道具の取り回しもまだまだってとこだ。まあやる気あんなら練習しとけ。じゃあ片付けるか。片付けるまでが料理だからな。手抜くんじゃねえぞ。あのそれ使って天丼だ。とりあえず中のもん出しといてくれ。受け取れってうるせえんで今取ってきた。俺は他のもんを準備する。お前はそいつらの下処理だ。ああ、頼む。最初の一匹は俺がやるから、よく見て同じようにやってみろ。あのエビ使えば当たり前だが、なかなかの味だな。お前も旧大店だ。包丁さばきも揚げ具合もな。まああとは練習し続けることだ。基本を抑えて食材に合う料理を見つけろ。俺もそう教わった。まあおせっかいな物好きねだな。昔飯屋でバイトしててよ、そん時の店長に叩き込まれた。ダメ出しばっかされてたが、今思い返すと悪くねえ経験だった。料理は自立の第一歩だろ。よく言われたもんだ。それによ、てめえでできるようになっときゃこうやって教えられんだろ。1から10まで教える気はねえが、隣で手本見せるぐらいはしてやる。こっちも張り合いがあるしな。
さっさと食って片付けるぞ。今日は食ったら上がれ。片付けんのは俺がやっとく。後でコロちゃん、コロ丸の晩飯作るからよ。なんか文句あんのか。この特集を見るのか。まあ見たいってんなら付き合うか。されて悪いが先に帰る。なまで世話やれそうか。頼もしいこった。その勢いが続くといいがな。手出したからには最後まで面倒見ねえとな。ガキの頃ちょっといじったぐらいだが、まあなんとかなんだろう。ああ、施設でな。そこでいろいろ習って、アキト無駄話が過ぎたな。続きやるぞ。こんなもんか。ま、人手があるに越したことねえな。時間があったらまた手貸せ。そろそろ戻るぞ。土いじった手はちゃんと洗っとけ。心配がなくていい。屋上は雑草も虫も少ねえし、モグラやらに荒らされることもねえ。ああ、その代わり腹減ったっつって堂々とつまみ食いしそうなバカはいるかもな。お前血の気が多いな。ガキじゃあるまいし、ここの奴らは一声かけるだろ。一人を除いてな。昔施設で土いじってたっつったろ。つまみ食いなら可愛いもんだが、年上のやつらに根こそぎ食われちまったことがあってな。そん時は本気で秋が切れてよ。二回りも体のでけえ年上連中に一人で突っ込んでって。秋のやつどうせ今もそんな感じだろ。ガキのまんまなんだよなあいつ。こいつらは毎日成長すんのによ。今日のところはこんくらいでいいだろう。先戻っていいぞ。片付けんのは俺がやっとく。その代わりまた付き合え。おい、この調子なら上等だな。形が悪いやつとか気づいてるやつは俺によこせ。味は変わらねえし、取れたては格別だからな。ああ、収穫した後の茎やら根はそのままにすんなよ。
すぐ抜いて土も入れ替えろ。じゃないと次が育たねえぞ。お前はすんなり話が通じるから面倒がねえ。誰かと違って仕事するにはいい相棒だな。気まぐれで手出してみたが、たまにはこういうのも悪くねえ。俺みたいなやつがやってもまあなんつうか育ってなんかの形にはなる。この手で作ったって気になれる。まあ食っちまえば終わりだが。くせえこと言い出しやがる。だがまあそうかもな。ガキの頃の土いじりなんてとっくに忘れたと思ってたのよ。消えてなくなっちまうようなもんでもどっかに何か残せるって。いや、こっちの話だ。だいたい柄じゃねえ。今日は少し喋りすぎたな。休憩は終わりだ。手動かせ。さて、これで一通り終わったか。手間取らせたな。また次やるってんなら付き合うぜ。戻るか。妙に嬉しそうだな今日は。お前が寝込んでて心配だったんじゃないか。くどいようだが体調には気をつけろ。お前の特殊な力が大きな戦力なのは確かだ。秋も霧城もああ見えて自分のことで手一杯だしな。戻ってきたな。ったく、またんなもん拾ってきやがって。腹減ってんのか。しょうがねえ、帰ったら何か作ってやるよ。そんじゃさっさと戻るぞ。すまない差し金か。何度もしつこかったんでな。見覚えあんのに思わず受け取っちまった。お前もお前だ。いいように使われてんじゃねえよ。余計なお世話だ。どいつもこいつもそんな物好きだからリーダーなんてやってんだろうがな。用は済んだんだろ。とっとと帰れ。おい、手間かけさせたな。まあなんだ、今度飯ぐらいおごってやる。なんか文句あんのか。帰れっつったろ。俺にも予定があんだよ。心配しなくても夜までには帰る。俺はそのために戻ったんだからよ。
どういうことだ。説明しろ、あんな薬なぜお前が持ってる。聞いたことだけはある。ペルソナの制御がうまくいかない場合、無理やり抑え込む薬があるとな。だがあれの副作用は、お前も使ってるのか。どうなんだ。てめえに話す義理じゃねえ。貴様はいつもそうだ。そうやっててめえの言い分なんざ分かってんだよ。力があんのに使おうとしねえ、そういう半端なのが気に食わねえんだろ。聞き飽きたぞ、この正論バカが。全然分かってねえ。お前は知ってるはずだな。10年前孤児院が火事で焼け落ちた時、俺は妹を救えなかった。あの時の俺には飛び込むどころか、止める大人の腕を振り切る力さえなかった。だから俺は力にこだわってきた。お前だって同じだったはずだ。俺たちだけでも生きていけるように一緒に強くなろうって。なのになぜだ。なぜ俺に黙って薬なんかで力を抑えた。俺は戦いに戻ったんだ。もうペルソナを抑え込む必要もねえ。文句ねえだろう。くそ。副作用がもう出てるのか。今の俺にはやるべきことがある。こいつはけじめだ。俺にしか務まらねえ。やるべきこと。いいか、いつまでも俺につきまとってんじゃねえ。てめえはてめえで信じた道を行きやがれ。いいな。信じな。おう、特性二つ。はいよ、特性二丁。なんだ、腹減ってなかったか。そっか、まあ分けんだからラーメン一杯ぐらい入るだろ。おごるって言っちまったからな。約束を保護にしたんじゃ目覚めが悪いだろ。褒めてんのかそれ。特製二丁、お待ち。とにかく筋は通すもんだ。てめえで言ったことならなおさら。ああ、伸びちまった。この前も思ったが、年上相手でも肝が据わってんなお前。はっきり物言うやつは嫌いじゃねえ。その方が面倒がなくていい。さっさと食ってさっさと帰るぞ。おかえり。一緒だったのか。待ってくれ新垣、副学の件考えてくれたか。2学期も始まってしばらく経つ。出席日数を考えるとなるべく早めに。受け取りはしたが、出すと言った覚えはねえ。今さら通ってどうなる。俺には用のねえ場所だ。それならお前はどうして、何のためにここへ。いや、私にそれを問う資格はない。何もかも私のせいだからな。私が明彦やお前を巻き込まなければ。ふざけんじゃねえ。あの時俺が誘いに乗ったのは俺自身の意思だ。その結果がどうだろうとお前には何の関係もねえ。
身の程知らずのバカが身の丈に合わねえことをした、それだけの話だ。だったらなぜ復学まで拒む必要がある。これから先を考えれば戻るべきなのは明らかだろう。すまない、君の言う通りだな。私もこれまでのように頭ごなしに言うつもりはない。新垣自身の意思で決めてもらわなくては意味がないんだ。お前も相変わらずだけってわけでもなさそうだな。何でもかんでもてめえで背負って、てめえで決めてた頃とは違うってか。みんな前に進むしかないんだ。私も明彦も、そしてお前も。だから新垣、もう一度だけ。お前たち何してるんだ。こんなところで神妙な顔して話し込んでる様子だが、さては、不登校の不良生徒に生徒会長からお叱りの言葉か。秋彦、やれやれ、脳筋プロテインバカにしちゃバカに察しがいいじゃねえか。なんだと。じゃあな、生徒会長さん、そこを不良の俺は部屋で反省するからよ。待て、話は終わってないぞ。秋彦、どうしていつもお前は。話が見えないな。何かまずかったか。そう言われてもな。まあいい、いつものことだ。後で適当に謝っておくさ。悪い。助かる。頼みがある。こいつを霧城に渡してくれ。できれば昼間、学校でな。言っとくが、学校に戻る気になったわけじゃねえ。中身は休学更新届だ。課外活動部続けんのに退学ってのも筋が通らねえ。席を置いたまま休学続けるってのがいい落としどころだろう。まあそうなんだが、俺からだとまた話がややこしくなりそうなんでな。学校でなら面倒避けて渡せるだろう。また礼はするから頼む。何も聞かずに引き受けてくれるか。恩に着る。珍しい組み合わせだな。昼間からこんなところで何の相談だ。その封筒は。学校に戻るつもりってわけじゃなさそうだな。おい、シンジがこれ以上休むならめでたく来年から同級生だな。順平と一緒にタメ口の練習しとけよ。なんなら顎で使ってやれ。そうなりゃおとなしく退学だ。この戦いも来年までにはケリがつく。学校にしがみつく理由もねえ。シンジ、ミツルがどんな思いで復学届を託したかお前にだってわかるだろ。忘れたとは言わせないぞ。お前が言った約束をな。悪かったな、結局面倒に巻き込んじまったが、そいつのこと頼んだぜ。あのシンジが自分のことを誰かに頼むとはな。口じゃ言わないだろうが、お前のことを随分信頼してるらしい。そうかな。あいつとの付き合いは長いが、近すぎる間合いがあだになることもある。難しいもんだな。真治の復学に関しては俺はもう何も言わない。お前がいいようにしてやってくれ。よろしく頼む。
君たちが来る前の我々について話したことはなかったな。特別課外活動部は実質3人でスタートした。中等部の時に私が秋彦を誘い、その後を追うように新垣も入部したんだ。何もかも今以上に手探りだった。みんなまだ幼く未熟で、情報もろくにないタルタラスへと赴いたところで、入り口付近をうろつくのが精一杯。今のように本格的な探索など夢のまた夢だった。それでも部の雰囲気は悪くなかった。同い年の者だけの来やすさもあり、厳しくも充実した時間だったよ。ああすまない、現状に不満があるわけじゃないんだ。影時間を消す方法も分かった。戦力も整い、今の方がずっと前進している。ただ屋久島での話に、新垣の復帰、嫌が応でも当時を思い出す。だから復学の件は私の個人的な解雇の情に過ぎないのかもしれない。ああ、活動を始めてどれくらいだったか、我々はある約束をしたんだ。誰も欠けることなく必ず3人で卒業しようと。あの頃から秋彦は無茶をするやつだったからな。命がけの戦いであることを忘れるなと新垣が言い出したんだ。もちろん言い方は愛想のかけらもないものだったが、だろ、私も驚いた。だが新垣も昔は今ほど他の者を突き放してはいなかったからな。部を離れてからの新垣はあまりに自罰的になっているように見える。まるで自分の身を犠牲にすることを望んでいるかのような。だからあの約束と一緒に少しでも自らを顧みてくれたらと思ってな。それが君に復学届を託した理由だ。最後の望みだったが仕方がない。秋彦には私から話しておく。ではこれは預かろう。すぐ休学更新の手続きに入る。どうした？ああ、それは構わないが、書類の不備か。君がそう言うなら任せよう。新垣にもよろしく伝えてくれ。それ持ってんだ。今度はただの使いっ走りってわけじゃなさそうだな。だが復学はしねえ。お前には言っとくが、俺の体は長くは持たねえ。薬でどうにかごまかしてるが、いずれそれもできなくなる。知らずのバカが身の丈に合わねえことをした報いだろう。俺の体だ、俺が一番よく分かってる。どうにもなりゃしねえんだ。特製2丁お待ち。食えよ、伸びるぞ。無駄足させちまったようだが、楽しい思い出がそいつの人生の支えになるみてえに、てめえが起こした間違いもいつまでだってついてくる。俺に残された時間じゃその後始末で手一杯だ。
相変わらずズケズケ言いやがる。だが悪かねえ、くだらねえ気回して黙ってる奴らよりよっぽどすがすがしいぜ。お前が頼りにされてんのはそういうとこなんだろうよ。秋も霧城も2年前よりずっと伸び伸び戦ってやがる。大した野郎かもなお前は。だが俺なんかに構ってる暇があったらもっと他の奴を大事にしな。特に天田なんてまだガキだ。いろいろ無理してんだろ。俺にできることは何でもやるが、その後は頼んだぜ。こいつは俺が預かり、まあ直接渡すのが筋ってもんだ。面倒かけたな。先に出てろ、今日はおごりだ。ごちそうさん、勘定頼む。えい、毎度。約束通り来てくれましたね。なぜ呼んだか分かりますか？作戦を放ってまで来てるわけだから分かってるんだよね。ちょうど2年前の今日、10月4日、あの日、僕の母さんはここで死んだんだ。死因は交通事故ってなってるけど、あれは事故じゃない。僕は見てた。母さんは殺されたんだ。お前が殺したんだ。いいことなんて一個もなかった。生きてくなんて辛いだけだった。周りだってそういう扱いさ。どこに行ってもかわいそうってさ。いる意味がないんだ。死んじゃおうって思った時もあるけど、このまま母さんに会うなんてできない。だから決めたんだ。お前を見つけるまで生きてようって。あの日のこと思い出したくもないって言ってたろ。だから今日が満月って分かった時、お前を呼ぼうって決めたんだ。今日は母さんがついてる。自分のしたことを思い出させてやる。僕がお前を殺してやる。分かった、やれよ。抵抗はしねえ。お前の言った通りだ。俺は忘れたかった。仲間と離れたのも、薬で力を抑えたのも、要はそのためだった。けど無駄だった。体が忘れねえんだ。気がつけばここへ来ちまう。見たくもねえ場所なのにな。俺のやったことだ。報いは受けるさ。だが一つだけ忠告がある。忠告？こんな俺の命でも奪えばお前は俺と同じ重みを背負うことになる。そいつだけは覚悟してくれ。なんだよそれ、命乞いってこと？今は憎しみしかなくても、いつか必ず背負っちまう。ふざけんな！そんなの背負うもんか！全くその通りですよ。そんなもの背負うはずがない。必要もない。彼の行いは復讐なのです。殺されたのですから殺してもいいはずでしょ。そうさ。何の用だ？仲間が一人欠けてしまったのでね。先回りがしづらくなりました。しかしこのまま放置するわけにもいきません。てめえ
恐れる必要はありません。これは通過点に過ぎない。あなた方は救われるのです。だと？おや、自分を殺そうとする少年をかばうとは。ああ、そうでした。復讐などなくても、どのみちあなたは死ぬ運命。どういうことだよ。ペルソナの抑制に薬を使い出してもう随分と経つはずです。あなたはもう長くない。適当言ってんじゃねえ。自分の体のことでしょう。分かっているはずです。どういうこと？勝手に死んじゃうっていうのか？僕が何もしなくても勝手に。そんなのありかよ。それなら僕は今まで何を。死が何によってもたらされるかなどどうでもいいことでしょう。少年、君からは彼とは別の意味で生きている匂いがしない。彼を殺した後で自分も死ぬ気だったのでしょう。浜田、お前、タイミングが少し前後するだけのことです。どのみち二人とも死ぬのですから、私が今確実に息の根を止めてあげましょう。ふざけるな！嘘だ。では遺言の代わりに聞いておきましょう。千鳥と似た情報の使い手が君らの中に一人いるはずですね。あなた方の方が情報が早くてね、シャドウを守ることができないのです。教えてください、誰なのか。言わないとほら、傷がどんどん悪化していきますよ。どうしたのです？教えてもらえませんか？それとももう口が聞けませんか？そんなやつはいない。待って、僕だよ。本当ですか？ああ、本当だよ。それができるから、だから僕は子供でも戦いに加えてもらったんだ。何言ってる。うわ。お静かに。あなたには聞いていません。どうだっていいさ。僕の復讐はもう終わったんだ。もうここにいる理由だって、もうこれ以上戦ったって。なるほど、君は十分に生きたというわけですね。素晴らしい覚悟だ。君を先にしましょう。楽におなりなさい。母さん。どうしたと言うんです？この子供を救ってあなたに何か得が？シンジ！お仲間ですか。水を差すとは興ざめなこと。シンジ！おい、しっかりしろ。荒垣先輩！荒垣さん！そう、
望みが叶うってのによ。憎しみをすぐに捨てなくて、力にすりゃいい。お前はまだガキなんだから、こっからだろ。これからはてめえのために生きろ。アキ、こいつを。あ、これでいい。君だったか。驚かせてすまない。気配がしたので覗いてみたが、それは、これは君が見つけたのか。そうか、ほとんどの品を処分していた彼がこれを。この書きかけの復学届がいつ書かれたのか、渡すつもりだったのかは知る由もない。それでもこれは彼が約束のことを真剣に考えてくれた証だと思う。ああ、あれだけ頑なに拒んでいた彼が残してくれたのだからな。これを明彦にも、あ、いや、勝手に明彦に見せてまた彼に意地を張られてもしてはかなわない。今は君と私の胸の内にしまっておくとしよう。君もあの二人の扱いに慣れてきたようだな。君のおかげで彼の思いを受け取ることができた。三人を代表して礼を言わせてくれ。本当にありがとう。これは君が持っていてくれ。彼の心を解きほぐしてくれたのは他ならぬ君などだからな。明彦にはいつか我々がこの寮を出るとき私から伝えておこう。この部屋には我々と結んだ約束を果たそうとした男がいたと。我々三人が過ごしたあの日々を決して忘れていなかったと。それは、うん、そうだな。